Orange qui va finir par l'emporter facilement d'une demi-longueur et qu'on va repasser deuxième, Coco Rouget, troisième.皆さんにとってはもう凱旋門賞を乗ることは夢でしたか？最初はそうですよね、うん、なんか夢というより海外のレースで憧れのレースだったんで、うん、乗れるっていうのがあまりこう本当に 夢というか夢であるんだけど本当に夢っていうか、うん、乗れるとは思ってなかったし、うん、その頃はね。でもこういう時代が来たんだなっていうような、こういう馬が出てきてそういうチャンスをもらえるような、うん、日本の競馬もすごくレベルが上がってきてそういうチャレンジができるようになったっていうのは、うんうん、すごく嬉しかったし、夢なんだけど夢だったんだけどなんか本当にこういうふうになることができるんだっていう、挑戦することができるようになるんだとすごく思いました。今はもうみんなもうドリーム。そうですね、まあ、だんだん日本の馬がトライしたし、うん、上手になりましたし、うん、強くなりましたし、そう、ね、だからファンのインテレストが大きくなったと思います。大きくなった。だから距離が近くなった。前は凱旋門賞、あ、すごく遠い感じ、はいはい、フィーリングはすごく遠い。なるほど。でも今はすごく近い。はい、なるほど。But it's Chronogenesis, the filly. What a super filly she is. She's putting them all to the sword here. Chronogenesis from Kiseki. Moza bellowing for third, maybe. But it's Chronogenesis wins it from Kiseki. なぜ日本の馬はまだ凱旋門賞勝てないと思いますか？あ、そうね。Chronogenesis は今年勝ってますか？まあ、チャンスはあると思う。チャンスある、ね。チャンスある。でも今年はヨーロッパの馬もすごく強いと思うから簡単ではない。簡単ではない。簡単ではない、はいはい、やっぱり日本の馬はすごく強い、うん、例えばジャパンカップもう日本の馬は負けない。そう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 。香港でも勝つ、ドバイでも勝つ。でもやっぱりヨーロッパはちょっとやっぱりちょっと違います。まだ難しい、ね、うん、馬が違いますし、うん、ペースも違いますし、で飛行機に乗って、はい、だからなかなか難しい、はい、でもチャンスはある。うん、タイミングだけだと思います、うんうん、ちょっとした幸運が、タイミングだけ、うん、ちょっとした幸運、うん、ラックがあれば、うんうん、ちょっとだけで、そうですね、うん、もう頭差で負けたし、うん、首差で負けたし、そう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 、オールフェーブルだってちょっとだけ ね、オールフェーブル、うん、だからババアはいつも、うん、深いし、うん、だからもうみんなも日本の人たちも凱旋門というレースはどういうレースだっていうのがもうみんなが理解してきたから、うん、もう本当にそういう馬を連れてって、うん、ちゃんと条件さえ整えばちょっとの幸運で勝つことができると思います、うん、僕はそう思います、はい、いつ勝ってもおかしくないです。今年かもしれない、来年かもしれない、ね、日本のファンにとって凱旋門賞がそんなに重要なことと思いますか？ビッグレースたくさんあります、うん、キングジョージもあればイギリスね、うん、キングジョージもあればアメリカブリーダーズカップもあれば、まあ、ケンタッキーダービーはあったり、各国いろんな素晴らしいレースあると思うんだけど、なんかちょっとフランスのその凱旋門っていうのはなんだろうね、なんか華やかさ、パリスの、そう、のイメージですか、が多分あるんじゃないのかなっていうのは思うな、なんだろうね、僕も、うん、まあそこまで行ったからやっぱちょっとこだわってとか、なんか買ってみたいなとか、凱旋門賞は一番勝ちたいみたいね、うん、なんかね、日本のファンとか僕も競馬ファンと話すときは、あ、凱旋門賞頑張って頑張って頑張ってって言われます。別のレースは
いらないけど、まあ、凱旋門賞だけはだけそう勝ってほしいって。そう面白いです、ね。なんか日本なんかやっぱり日本人の、まあ、オリンピックさっき言ったようにオリンピックと一緒でなんかこう日の丸あげたいみたいな、うん、なんかそういうのがとか2回その近くまで行ったから、うん、多分もうちょっともうちょっとって思ってるかもしれないですよね日本の競馬のファンは。